ワイルドです。こんにちは、おしゃぎです。今回は獣ハンターです。オルパーティンガー2枚、ペリカンダイバー2枚、圧倒2枚、獲物の傷2枚、野良猫2枚、楽器技術者1枚、飢えたハゲタカ2枚、重荷運びラバ2枚、ソコーレワンワン2枚、ウニクグイのハイエナ2枚、放電レーザーモン2枚、森内銃2枚、テードハウンド2枚、スンドラサイ2枚、獣の追跡者タビッシュ1枚、ドラロドン1枚、ストアングルストーンハート1枚。という構成、これは、コルベットゲームズさんかな。今月レジェンド上位に到達したという獣ハンターです。で、歴の特徴はその通り、獣中心のハンターで、すごいレジェンドフェスのカードで、これまだ使ったことないね。10マナから8マナになった、ストアングルストーンハート。交換化、味方のコスト5以上の獣を全て復活させる。なのでこのデッキだとシェードハウンド、ツンドラサイ、あとはヒドラロード復活させて、そのままツンドラサイいれば突撃でリーサル狙うことができるようになってます。あとはおなじみ楽器技術者も入っていて、こっからは森内銃行くことができると。ストラングルソンハート使いたかったので試してみたいと思います。それではプレイの方どうぞ。はい、魔女ジェイナ、サクカクエスト、あっこれオッケー、この辺は変えるか。クエストか、バンバンテンポ出しといた方がいいか。お、マジ、とりあえずこれで猫やっぱ保管強気じゃん。あ、ハゲタカいいね。ヒドラロドン。コイン取っといた方がいいかな、どうだろうね。ちょっとここでコイン使うと遅くなりそうだが。いや、でもペリカンが顔いけるからな、これ。ありだね。火の斧、焼け残り、森内チェイかな。はい、なんでいっか。森内別に持たんでもいい。虚偽でき伸ば何使ってもカウントする。あと6枚か、達成はできそうだね。まあこれで、ね、17点あります。ノバ入るかこれ。いや、そもそも、ああ、いやー、一掃してくれた方がよかったな、これ。これでいいか。血統の地？ああ、はいはい。着熱。やったか。カラカラやったのでは。パーン、ジュワー、リーサル、オッケー、いいね。あ、これはきれいに決まった、間に合ったな。これ出しとけばね、突撃量は増えた、こっちの方が良かったな。まあまあまあ、決まったです。はい、ドルイド、フラワーチャイルド、ルナーラ、前提全部変えるか。ドルイドならハゲタカでいい気がする。まあ出しとくか、とりあえず。アグロかもしれん。今だいたいクエドルなんかな。よく当たるね。これは取っといてもいいか。グルービーキャット飛びかかり、投稿めっちゃ張るからな、まあ、とりあえずいいや。そこで野良猫引こうか。黒、ああマジ、まあ、とりあえず
ラバラバ、まあラバこの相手には強いからいいんだけど、でこいで、怪獣か、まだ4マナなんで、いやー強い、ヒロパ3点、言葉広げた爪、敵の防衛、あとオリアンやついいか、ラバー、ラバーはもう一枚いけるよね、熊爪あるかな、デッキの防衛、守りムードで、ワンドロー、熊爪、これはいいんだけど、でもう一回ラバー引いて、オッケー、導き、熊爪引かれてなきゃいけるけどな、複数除去は熊爪ぐらいしかないよね、おお、もう一枚マジか、まあまあまあ、で1個ガフだよね、あーそっか爪もあんのか、でこうか、いやさすがにこれ取っとくよな、爪、爪広げないで、方向が、爪、32点、これはまずこうしてから、こうで復活させて、で24点、リスタートオッケー、よしよし、何度だった、いやマジでラバ助かったな、死んでたよね多分ね、なかったな、危な、はい、バリーラ、バリーラは海賊かな、この辺取っといた方がいい、取っとくか、先手だもんな、お森打ちはいいね、何も出ない、ギドラロドン、まあまず見るか、オルパーティンガーでいい、で森打ちでハゲタカもらえばいいか、おおお、パッチーズ自前これはいいか、ハゲタカ海賊だね、キラキラー、ハイエナ拾っとくか、猫の方がいい、結構場所パンパンだな、ハイエナでいいか、あーまあまあ1枠分けとこうか、赤字キフグパンで吹っ飛ぶけどな、さすがにハイエナ取られる、理性があるね、
ペリカン。体力かな。どうせフグパンで吹っ飛ぶんで。あともうそんなに効かなくていいかなっていう。そこ。まず武器フランか。そうかどうですか。当たり方いいな。そう。まあ、これとこれでいいんだけど。なあ、OK。まあまあまあ。強いね。やっぱ武器とハゲタカのコンボが強いな。ゼロマナでドローできる。はい、ということで獣ハンターでした。ストラングルソンハートでツンドラサイヤ、シェードハウンド復活させてリーサルって動きできたんでよかったと思います。あとはやっぱりハゲタが強かったね。アグロ IT 以外にはこれキープでいいね。で、楽器技術者から森内銃引けるのもいい感じだったと思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。